花束の贈呈です。プレゼンターは今日お配りしているブラックインユニフォームのデザインに関わった学生さんお二人です。名古屋芸術大学芸術学部4年生の東風花さんと瀬戸瑞希さんです。では両チームを代表してホークス谷川健太選手、ドラゴンズ郡司裕也選手、ご登場ください。ここで特別試験を行います。アートで地域を応援するをテーマに、名古屋芸術大学はさまざまな社会連携プロジェクトを推進しています。ドラコンユニフォームはその一環です。1年前から学生さんたちがデザインに着手してこられたこのユニフォームを、ぜひみんなで参加してドラゴンズを応援してください。